今ですね、専門の方に伺ったところですね、相当この風難しいみたいです。相当厄介な風のようですね。実今の操縦していただいているその春山選手ですね、こちらの方の、各種ラジコンのイベントでもですね、やっていただいているということらしいですけども、やっぱサンマーの上は相当風やっぱり厄介なようですね。ホバリングでも相当スケール感あふれるですね、座り飛び音、その全てにおいて相当いい感じを出してるんじゃないかなと思います。